あまりスカッとしないかもしれないがドキュン返ししましたので報告。手芸大好きなとめ、コーヒーミルクで作った帽子とか軍手で作った人形とか飾りまくり。棚の上や壁はすでに埋まり、防音衝撃吸収剤と言いたくなるほどの量。減らしてほしいと頼むと、じゃああなたたちの寝室に、と、段ボール2個の手作り人形を渡される。それでも、まだまだ大量。ドキュン返しをしようと思ったのは、とめ、自分の部屋には飾らないから。人形は、魂がこもりそうで怖いらしい。では、魂を込めてあげましょう、と、旦那に、ドキュン返しの許可をもらう。手芸店で、布用糊と、細い、針金と水性ペンと紙ヤスリを購入。糊は、涙の跡のように塗り、乾いて薄汚れてひび割れた。細い針金を腕の中に通し、手招きするような動きをつける。紙ヤスリで、胴体の心臓部分を徐々に削って、中の面を出す。便座に座った時に対面する人形に、涙の跡と眉間のシワを描く。毎日、人形に点描するように、徐々に、苦悶の表情になるように細工。描きすぎた不自然な字は、キッチンハイター溶液で軽く脱色。ハイター溶液で徐々に白くなる人形、最終的には、のっぺらぼうも作成。約2ヶ月かかって、家中を、岩崎千尋風人形を梅津和夫風にした。とめも気づき始め、細工がうまくいったものから自主的に捨ててくれるようになった。人形もあまり作らなくなったので、このままなくなってくれればと思っていた矢先。巨大な人形がフットレストを占領。おとなしくなったと思っていたが、対策に挑んでいたらしい。旦那もドキュン返しに参加すると言い出したので、決着をつけるべく、大掛かりな仕掛けを決行。スーパーにテレバーを購入し、ミキサーにかけて液状にしたらシリンジにセット。巨大人形の胸あたりにたっぷりと注入してスタンバイ。夕食後、さりげなく巨大人形をフットレストから落とした。ベシャッと不自然な音をさせ、直すふりしてギュッと人形を絞ってレバーをにじませた。何これ、濡れて。違う、これ、血。あ、せっと盛大にふじこった。お祓い。オカルト。もういやー。と、夫婦で、迷ったら、とめもがくぶる。翌日、旦那とお祓いに行くと言って、家中の手芸品を紙袋に入れ、ゴミ収集所へ。手芸店や収集所でかかった金額を、お祓い代として、とめに請求。人の形をしたものや、丹精込めたものには入りやすいそうですと、とめの恐怖心を煽って終了。よっぽど懲りたのか、もやしもんの大まけの折り勢ぬいぐるみにもガクブルしてる。